後藤真希スキンケアのこだわり語る、自分が決めたルーティーンをしないと気が済まない。モーニング娘。の元メンバーでタレントの後藤真希、39、が3日、都内で行われた HEPATREAT×YOSHIST コラボイベントに出席した。日本ゼトック株式会社は、スキンケア商品、ヘパトリートを2020年より販売。9月発売の新商品を含め、ブランドについて紹介するリアルイベントを行った。後藤はこの日、薄いピンクのロングワンピースに身を包み登場。肌の透明感を褒められると嬉しそうに笑顔を浮かべた。やはりスキンケアにこだわりを持っているようで、基本的には化粧水、パック、美容液、クリームで保湿という形。忙しい時でもやっていて、昔から自分が決めたスキンケアルーティーンをしないと気が済まないと語った。その上で、肌が調子いい日って、なんとなく笑顔が増える。そのためなのかスキンケアも頑張れている気がしていると秘訣を明かした。今年から女性向け雑誌ミエスティのモデルに加わった後藤は、さらに美容意識も高まったという。先月39歳を迎えて、スキンケアは頑張ってるなって気持ちはあったんですけど、ボディの方のスキンケアも大事だなと思いました。特に肘とか膝とか、年齢が出やすい部分は、スキンケアをやっていかないといけないんだなって思うと話した。さらに自身のリフレッシュ方法として、自分だとネットショッピング。どうやってお洋服を着こなしていこうかって考えるのが楽しいとにこやかに語った。